皆さんこんにちは、令和交換48人です。今回は2月7日に行われたアップデート後に金に昇格した選手パート2ミッドフィルダーフォワード編37人一気に紹介しようと思います。すでにディフェンダーゴールキーパーの24人は他の動画で紹介しているので概要欄に貼っておきますので、確認したい方はよかったらこちらも見てください。はい、それでは37人一気に紹介していきたいと思います。まず1人目がヤオ・ジェルビーニョ選手になります。こちらの選手はかつてウィーラプレ2017では黒玉で搭載されていましたが、2018で一気に銀まで降格しました。しかし今シーズンジェルビーニョ選手は大活躍し、イタリアのパルマ所属で先日行われたユベントスの試合では敵地で試合終盤に貴重な2ゴールを決め、敵地での勝ち点1獲得に貢献しました。で今シーズンも17試合に出場し8ゴールを決めていて、金昇格は妥当な結果なんじゃないかなと思います。2人目はファンキンテーロ選手になります。こちらの選手は総合値79から80に3段階アップで金昇格しました。ワールドカップでは日本との試合でフリーキックで直接ゴールを決めた選手でもあります。所属しているリーベルプレートではコパリベルタトーレスでも活躍し、チームのクラブワールドカップ出場へ導く原動力ともなりました。3段階アップは妥当な結果なんじゃないかなと思います。ここからは所属チーム、選手名、そして能力値変動だけをお伝えしていこうと思います。フィオレンティーナ所属ジョルダン・ベレト選手が総合値78から81、3段階アップで金昇格。ユベントス所属ロドリゴ・ベンタンクール選手が総合値79から80、1段階アップで金昇格。アヤックスに所属していたフレンキー・デヨング選手が総合値78から80、2段階アップで金昇格。ニューカッスル所属ジョン・ジョ・シェルビー選手が総合値79から80、1段階アップで金昇格。レンヌ所属バンジャマン・アンドレ選手が総合値79から80、1段階アップで金昇格。レアル・マドリード所属ダニ・セバージョス選手が総合値78から81、3段階アップで金昇格。ゼニト所属アレクサンドル・エロヒン選手が総合値77から80、3段階アップで金昇格。ミラン所属フランク・ケシエ選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。ロシアのクラスノダール所属ユーリ・ガジンスキ選手が総合値77から81、4段階アップで金昇格。カリアリ所属ニコロー・バレッラ選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。ナポリ所属ファビアン・ルイズ選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。スパルタク・モスクワ所属ロマン・ゾブニン選手が総合値78から81、3段階アップで金昇格。アーセナル所属アレックス・イオビ選手が総合値77から80、3段階アップで金昇格。ロシアクラスノダール所属ビクトル・クロアソン選手が総合値79から80、1段階アップで金昇格。ワトフォード所属ロベルト・ペレイラ選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。バレンシア所属カルロス・ソレール選手が総合値79から80、1段階アップで金昇格。オランダ PSV 所属スティーブン・ベルフワイン選手が総合値76から82、6段階アップで金昇格。ディジョン所属ナイムス・リーティ選手が総合値79から80、1段階アップで金昇格。ベンフィカ所属フランコ・チェルビ選手が総合値79から80、1段階アップで金昇格。ゼニト所属オレグ・シャトフ選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。フランス・トゥールーズ所属マックス・グラデル選手が総合値79から82、3段階アップで金昇格。レバンテ所属モラレス選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。クロアチア代表枠搭載リビッチ選手が総合値
78から81、3段階アップで金昇格。ベンフィカ所属ラファシウバ選手が総合値79から80、1段階アップで金昇格。リール所属ニコラ・ペペ選手が総合値78から80、2段階アップで金昇格。オランダ PSV 所属ガストン・ペレイロ選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。サッスオーロ所属ドメニコ・ベラルディ選手が総合値77から80、3段階アップで金昇格。ポルト所属エススマヌエル・コロナ選手が総合値78から80、2段階アップで金昇格。ニース所属アラン・サン・マクシマン選手が総合値78から80、2段階アップで金昇格。インテル所属マッテオ・ポリターノ選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。ウディネーゼ所属ロドリゴ・デパウル選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。セリージャ所属アンドレ・シウバ選手が総合値78から81、3段階アップで金昇格。セルタ・デ・ビーゴ所属マクシミリアーノ・ゴメス選手が総合値78から80、2段階アップで金昇格。最後にベネズエラ代表枠搭載マルディネス選手が総合値79から81、2段階アップで金昇格。はい、以上ミッドフィルダーフォワードで金に昇格した選手37人一気に紹介いたしました。こちらの選手をすでにアプデ前に持っていて、今後、ガチャでこちらの選手が当たった場合は、銀の選手をトレーナーにして育成させるのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録・高評価お願いいたします。